はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。まもなく5時になろうとしています。3月の5日の日曜日でございまして、たまにはですね、ちょっと変わった話を、変わったというか本来のあのですね、ニュースをネタに喋るんではなくて、まあちょっと歴史っぽい話でもしてみようかなということでございまして、時々ですね、お隣さん関係の本を読んでると出てくるお名前なんですけども、日本語を読みしますと孔子翼と言いましてですね、これはですね、日本語では使わない字ですね。三水編に共です、共にするの共ですね、共産党の共、三水編に共で孔と読みますけど、で思うですね、コンシダレイト、シンクの思うですね。で、よくという字はですね、これに日本語で使いますよね。立つという、これ立つ編ってあるんですか？日本語の漢字ではほぼないと思うんですけど、それに羽田の羽ですね、これでですね、孔子翼とお読みする方がいましてですね、向こう読みで本細工というらしいですけど、どんな人かと言いますとですね、帝国陸軍、日本のですね、帝国陸軍の最後は中将をお務めになった軍人さんです。でこの方、半島出身者としては最高位ですね、日本陸軍で最高位に上った方として知られています。でどんな方かと言いますとですね、まだですね、日本に統治の前のですね、1889年にお生まれになって、1946年にお亡くなりになっています。57歳の時にお亡くなりになってですね、で、最後は陸軍中将ということでなんですけども、もともと生まれた時もそうですよ。大人になったのは1910年がですね、その、併合の時ですから、この時に、21歳ということなんですか。で、その時はですね、日本に国費留学をしていてですね、陸軍士官学校の生徒であったと。いうことですね。でその後ですね、陸軍大学校もご卒業になってまして、最初はですね、少尉任官は第一師団第一連隊と言いましてですね、まあ今の人にとってはようわからんでしょうけども、言うてみればエリートの、陸軍の一番のエリートと言ってもいいかもわかりませんね。この師団っていうのがまあ一番なんですけども、第一師団っていうのは東京にあります師団でしてですね、まあこれも一番こういい、まあ言うてみりゃどうですね、まあ一番最精鋭というべきか、旧陸軍においては最精鋭と、この師団とこの第一師団の最精鋭なんです。ただこの第一師団というのはですね、226に関わりましてですね、226に関わったことによってですね、満州の僻地へ飛ばされてしまいます。で最後はフィリピンなんですけども、この孔中将はですね、日本語を読みしますと孔中将は、その後ですね、まあ昔陸軍大学に行くというのはですね、陸軍大尉の時に行くんですね。だからですね、第一師団を離れて陸軍大学に行きましてですね、その後をですね、軍歴を続けていきます。読んでいきますとですね、少佐となり歩兵学校教官、関東軍司令部で満州国軍顧問、ですね、奉天軍官学校の指導、陸軍士官学校に相当と。なんかこうあれですね、お人柄がかなり良かったような感じですね。だから教師に向いていたんでしょうね。で、戦争が終わってですね、自分の故郷である上泉に帰ったら教師をしたいと思っていたそうでございますけども、その夢は叶いませんでした。軍歴を経てですね、昭和11年にはですね、関東軍司令部参謀部にご勤務されていたと。でこの時あたりにですね、その独立運動に加わらへんかというようなですね、お誘いがあったそうですけども、まだその時ではないというふうになさってですね、で最後まで孔というお名前、朝鮮風の名前ですね、
は捨てずにですね、創始解明、創始解明っていうのはなんかどうなんでしょうね、その、誤解をされていますけども、お前らみんな日本の名前にせえというふうに強制をしたというふうに、盛んに韓国では言うてるんですけど、実は全然違いましてですね、日本名にしてもいいよと。日本でも今名前を変えるっていうのは、戸籍を変えるってのは相当めんどくさいでしょ。でもその時に、あまりにもこう希望が多くてですね、日本名を守る、名乗る半島の方々が多くてですね、もうでだったら、希望者はそれをしてもいいよという期間を設けたんですね、朝鮮総督府が。それが創始解明なんですけどね。まあまあ、そんなことは言うてもしゃないですけど、それをこう強制やと言うてるんですけど、だからこの江さんなんていう人はですね、最後まで半島風の名前、半島の名前を改めなかった。方なんですけども、日中戦争起こりましてですね、中支派遣軍司令部に配属され、ですね、その後でですね、やっぱり軍人さんでどんどん転勤するんですね、歩兵第108旅団長ですね、下腹の八路軍を相手に戦った、ね、そこでですね、まあまあ、各々と軍歴を重ねていかれたわけですね。で、1944年、昭和19年にですね、人、日本語で人ですけども、フィリピンですね、捕虜収容所長としてフィリピンに赴任と。やっぱりこれ、この方はやっぱりね、人格者だったんだと思いますね、この経歴からすると。要は生徒を教育したりですね、収容所の所長というのはですね、やっぱりそれなりのですね、人間的な尊敬を集める人がふさわしいわけであって、で、フィリピンに赴任と、同年10月、中将に進級と、12月には在日第14方面兵站官となって終戦を迎えたと。兵站官って、まあまあ、ロジスティックの方ですね、まあ、それはいいとしまして。で、その後でですね、収容所所長時代にですね、食料不足から捕虜に十分休養できなかった、要は飯食わさんかったやろと、お前って言われてですね、責任を追及されるわけですね。で、この方ですね、一切自分ではですね、弁明をしなかったと。だから弁明の記録というのは残っておりません。ただですね、部下が裁判にかかれるのに関しては弁明をなさったと。その部下を弁明した記録は今に残っております。で、ですね、死刑判決を、ご本人は死刑判決を受けて、ですね、1946年、日本で21年ですね、の9月28日、マニラの刑場の梅雨と消えました。で、この方、子供はですね、朝鮮銀行に勤めていたんですよ。早稲田を出て朝鮮銀行に勤めていたり、奥様はお茶の水を出たりしてたんですけども、独立後の韓国でですね、親日派や迫害を受けたんで、住むことができなくなって、お二人でアメリカに渡ったというふうに言われています。まあ、いろんなエピソードがあって載ってありますが、ウキペディアのページを貼っておきますね。こういうね、非常に立派な、自世俗っていうのはあんまりうまくないんですけどね、読みましょうね。昔より遠視せしものあまたあり、我もまたこれに加わらんのみ。ね、演じた、まあ、冤罪師のことですね。くよくよと思ってみても愚痴となり、敗戦罪と諦むるがよし。まあ、敗戦罪、負けたことによる罪と、諦めるがよしと。まあ、あんまりうまくないんですけど、まあまあ、一応ね、自世の、自世、あの時代はまた自世を読んだんですね。今自世を読むなんて人いませんけど、私も一瞬のが分かってたら自世ぐらい作っていこうかなと思いますけど、普段作らない人間ですからね、飽きませんか、やっぱし。まあ、やってみるかなとは思いますけど、まあ、それは置いといてですね、この江中将というのはですね、日本統治時代に日本の陸軍の中でですね、こういうふうに活躍をされたということで今に伝えられておりますが、多分お隣さんでこの江中将というものはですね、まあ、親日派ですからね、親日派どころか日本帝国主義にこうあれを手を貸した人間ですから、もう英雄どころかですね、歴史上登場しない
お隣さんもね、こういう人の人生をですね、知って損はないと思うんですけどね、歴史から、多分お隣さんの歴史から抹殺をされています、でも非常に立派な人物であったと思いますね。なんて言いますかね、歴史を都合のいい方に歪めてですね、なのに日本に歴史を正視せよとか言うわけですから、君ら本当に真面目にコントをやってくれるなと、真面目に漫才かみたいな感じのお隣さんなんですけども、こういう立派な人もいたというお話でございました。一応ウィキペディア貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。